はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくのはディズニーキャッスル2マイハッピーライフをやっていきたいと思います。いつもちょっとねこのタイトルコールで噛んじゃうんですけども、続きの方をやっていきたいと思います。で前回ですね、リロとスティッチに会って、二人にですねガイドツアーをしていただいて、このハワイのビーチを満喫したんですが、どうやらお化けが出るということのようで、今回はですねそのお化け探し、お化け退治、そのあたりをやっていくことになるんじゃないかなというふうに思っています。早速始めていきましょう。このキラキラ光る太陽のハイビスカスですね。こっちはなんだろう、赤いハイビスカス、普通のハイビスカスと、黄色いハイビスカス等々があるみたいですけど、この辺のアイテム類はいずれ必要になるので、まあ見つけ次第ちょこちょこ採集していく感じになりますかね。で、これは手紙さんだ。なんだい？ここは随分暑いところね、と。手紙さんもここまで来たんですね。それで手紙さんが何かお届け物を持ってきてくれたようです。で、その届け、主、送り主ですね。送り主はイエン・シッド様よと。誰だそれ。イエン・シッドさんから、パワちゃんよ。熱き南の地で頑張っているようだな。そなたが使う魔法の杖はその場所ごとにふさわしいものがあるのだ。あ、これあれだ。ソーサラーハットかぶった魔法使いの、なんかおじさん、おじいちゃんの中間ぐらいの人ですね。で、熱き森で力を発揮する杖をあなたに託そうということで、なんかここで使える特殊な杖をくれるみたいですね。ロケットステッキ。さあ、このロケットステッキを片手にお化け退治へと行きましょうか。エピソード2、お化けのデータ集め。ジャンバからお化けのことで相談があるらしい。ジャンバの研究室に行ってみよう、ということですね。よう、パワちゃん。ちょうどいいところに来てくれた。私は地球のお化けに興味があってな。ぜひ研究したいと思って調査してるんだが、なぜかお化けには私たちの攻撃は全然効かんのだ。だからお化けに接触できずに困っている。君はお化けを退治できる魔法使いというじゃないか。さあ頼む。私の代わりにお化けに接触してくれないか、ということですね。さあ、お化けに調査に向かいますか。さあ、ここがジャングルの入り口だということですね。蚊がいっぱいいそうだと喜んでますけども、このブリークリーは。お、もうすでにお化けがいる。こいつはお化けだ。さあ、こいつをまず退治するのかな。できるだけ多くのお化けに接触するだけでいいの？倒さなくていいの？なんか回転攻撃とかその辺を覚えたんですけどね。ここでは使えるのかな。Y ボタンのスペシャル魔法は杖の種類によって特徴が異なるよということで、使えそうですね。接触するというよりかは、倒すっていう感じかな、イメージ的には。お、強いな。
さあ、アイテムも集めて。よっしゃ、ステージクリアだ。奥に進んでいきましょう。なんか前だとステージをクリアすると、宝箱が出てきた覚えがあるんですが、ここでは出てこないみたいだな。海風マンゴー。で、ここで宝箱があって、お化けがいないな。おぉ、いきなり出来上がった。お、なんとか倒せたな。これで全部倒したからね。アイテムも回収し終わってるかな。よし、じゃあ先に進みましょう。これは右と左に分かれてるけど、こっちには行けないんですね。じゃあこっちだ。ボスキャラだな。まずは先制攻撃。なんか爆発しそうな感じがするけど、あ、切れてるな。あ、増えてる。なんかどんどん増えているな。よっしゃ、これで完全クリアだな。あれ、アイテムが取れなかったかな。さてと、これでどうなるんだろう。何を作ってんの。ああ、アイテムちゃんと取れますね。よかったよかった。さあ、アイテムをゲットして、で、戻りますか。お化けのデータ集めというとこで、あー、1個足りないのか。全部で10個あったみたいですけど、1個取れなかったですかね。お化けのデータを入力してと、よし、これでいい。私が今開発しているのは、太陽化け用強化スーツの設計書だ。太陽化け用強化スーツ、それって何と、何でしょうね。攻撃を受けても全くダメージを受けないとは言い切れないが、多少ダメージを軽減してくれる強化スーツみたいですね。これくれるのかな。で、設計書までしかできなくて、素材が必要だっていうんですよね、きっと。じゃあ何を持ってくればいいのかというと、設計書をやるから必要な材料を集めてきてくれということですね。銀河な冒険コーデということで、冒険中の体力が増える魔法の服が冒険服だよと。なるほどね。じゃあこれで材料を集めてデイジーのところに持っていきますか。さあ、シールをもらいましたね。新しいエピソードがオープン。真犯人は誰と。じゃあこのエピソードを早速やっていきますか。まあ、ここまでアクションパートで手こずるっていうようなことは今のところないんでね。
この調子でやっていきたいと思いますが、アパーちゃん見てよ、これひどいんだよ、部屋がペンキだらけということで、これもお化けの仕業なんでしょうか。で、リロはスティッチがやったんじゃないかと。ただスティッチじゃないよと言ってますね。これはお化けの仕業だと。これはリロもご立腹ですね。リロが着る予定だったフラダンス大会の衣装もペンギンまみれと。さあ、スティッチはジャングルの方に行ってしまったということで、しょうがない、僕が行きましょう。これはだからスティッチじゃないんですよね、真犯人がきっと。あ、いたいた、こいつだな、ペンキ持ってるもん。おお、スティッチが突入していきました。あと追ってパワちゃんも突撃態勢に入りましょう。いくぞ。冒険中に魚釣りができるところがたまにありますと。もうこの辺はラッシュですね。ギャーハ。ここまで来ると結構それなりに難しくなってるな。ダメージをちょっと食らっちゃいましたけど、まあそれでもやっぱり難なくクリアって感じですね。ここ魚釣りできそうだな、明らかに。ここも魚釣りできそう。すべてのお化けを40秒以内に退治しようと。じゃあもうラッシュかけるしかないな。よっしゃ、40秒以内いったでしょ。これはで、魚釣りはここではできないんだ。さっきのところではできそうでしたけどね。他アイテムの取り忘れとかはなさそうなので先に進みましょう。お、スティッチとなんかボスキャラっぽいやつが対峙してますね今。スティッチを助けないと。スティッチを探してお化けを退治しようと。じゃあお化けを退治しに行きますか。どっちに行ったんだ。あ、ボスが出てきた。どこにいるんだ。いたいた、出た。お、なんかあっさり倒してた。
よし、これでアイテムもゲットできそうですね。オッケー。はあ、やれやれ、やっと片付けが終わったよ。リロー。スティッチが帰ってきました。これでスティッチとリロも無事仲直りですね。ありがとう。ソーラは？ねえ。お、お化けをやっつけたばっかりなのにリロからまだお願いがあるの？一緒にフランの大会に出てくれない？私とスティッチとパワーちゃんということで、どうやらフラダンスの大会に強制参加になったみたいですね。大会で優勝したら立派なトロフィーがもらえるということなんで、これはゼガヒーでも優勝を狙いたいですね。それでは早速、じゃあそのフラダンスの練習をしてみますか。エピソード4でフラダンスの練習ということですね。踊りましょう。フラダンスを楽しもう。フラダンスはゆったりとしたリズムゲーム。画面に表示されるマークに合わせてタイミングよくボタンを押そうということですね。まあ、ちょっと試しにやってみましょうか。まずは Y A を押しっぱなし。A を押しっぱなしで、 Y を押しっぱなしで、 B を押しっぱなしで、 BA を押しっぱなしで、 Y を押しっぱなしで、 B をずっと押しっぱなし。まだまだ、ほい。おー、ハイスコアを記録しました。これはなかなか面白いですね。リズムゲーの本当にすごい簡単バージョンみたいな感じで。早速大会に出場したいぐらいだな。
フラダンスの練習まで終わったので、次回はまたお化けのデータをもっと集めてこいっていう、まあアクションパートに入っていきそうな感じですね。というところもありますので、今回は一旦ここで、終了させていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。